5月24日、来シーズンに向けて、新プログラムの曲名を報告した宇野昌磨選手と、単身カナダへ渡り、充実の短期スケート留学を報告した三原舞依選手。そのあまりの充実ぶりの報告に、ファンからは期待の声が寄せられています。宇野選手は来シーズンに向け、ショートプログラム、フリー、エキシビションの振り付けをそれぞれ別の方々に依頼しており、4月下旬から開催されていたプリンスアイスワールド横浜公演では、コーチのステファン・ランビエール氏から指導を受けたグラビティを披露していました。24日には、音声配信サービス、ナウボイスの3分程度の配信の中で、フリーについて、選曲はショートプログラム同様にランビエール氏が行い、バッハが作曲した名曲、G 戦場のアリアであることを明かしてくれていました。続けて、フリーはもう一曲、別の曲を組み合わせたプログラムになっているんですが、そっちはなんか発音が難しいから、言わなくていい、って言われました、と語っており、その2曲を組み合わせ、宮本賢治氏の振り付けで挑むとのことでした。バッハの名曲で、発音が難しく、G 戦場のアリアとの組み合わせで考えると、1998年に、スグリ・フミエさんが NHK 杯などで披露していた、トッカータとフーガニ短調との組み合わせになるのではないかと、大胆予想するファンもいるようでした。これまで、習得したての新プログラムを、惜しげもなく披露してきた宇野選手ですので、今回もおそらく現在出演が公表されているアイスショーで言うと、7月1日から神奈川の厚生新横浜スケートセンターで開幕する、ドリームオンアイスで披露されるのではないかと見られています。そして、1月の四大陸選手権において、5シーズンぶりの女王に輝いた三原選手は、所属するシスメックスの SNS から、カナダ、トロントに一人旅に行ってきたことを明かし、その詳細を次のように公表していました。新たなチャレンジとして、初めて短期のスケート留学という形で、トロントに行ってきました。ストローキングレッスンやトレーニング、ハーネス、振り付け、そして生活面では、バス、地下鉄、ズーム講義、自炊、クリケットの皆さんと一緒に滑らせていただき、レッスンをしてくださったり、ズームで大学院の先生方や友達とディスカッションをしたり、リンクの方々やバス、地下鉄の運転手さん、スーパーの店員さんが優しく話しかけてくださったり、体中バキバキで、湿布を全部使い切ったり、さとこちゃんやあゆみちゃんと少しお出かけできたり、20日間があっという間でした。たくさんの方々がサポートをしてくださり、元気に過ごすことができました。心からの感謝でいっぱいです。新シーズンに向けて、練習頑張りますと充実の短期留学を語っていました。最後には、27日から開催される、ファンタジーオンアイスの出演に向け移動し、公演を楽しみにしていると語っており、今回のトレーニングの成果が発揮されるかにも注目が集まっていました。続々と届けられる選手たちの情報に、多くのファンからは来シーズンへの期待の声とともに、7月からの新シーズンを怪我なく、万全に迎えられるように願う声も寄せられていました。詳細をご覧になりたい方は、説明欄の URL からどうぞ。